黄色い衣装を着たのがここでいる黄色いでしょうね。であそこに2人黄色いのが見えますよね。ちょっと紹介したいんで紹介しておきましょうね。お二人出てきなさい。で、あのポスターと比べて、あ、この子だなっていうのをちょっと見といてくださいね。で、ポスターに出るぐらいですから踊りっぷりもいいはずなので、でね、後で皆さん評価してやってください。それと、ついでの話じゃないんですけど、去年のポスターもね、ちょっと持ってきました。あの白い衣装を着たのが見えますか。白い衣装を着たの、これ稲須の白ハッピーって言って、子供の中で精鋭が選ばれてね、白ハッピーを着れるわけですけど、はい、出てまいる。はい、一番中央でこう踊ってる。で、ちょっと左側、右側にあの後ろで、ね、踊ってるこの2人の子が、この子たち、ちょっとアピールしなさい、こっちぐらいから、ね、これが稲瀬の白ハッピーになります。はい、で、もう一つちょっと房さんのポスターちょっと上、もうちょっと上上げてください。一番左側のね、これが去年のふささら祭りのポスターですけども、これもよさこいのお祭りなんですが、そこにいなすのも交えてもらって、今日ちょっと残念ながら来てないんですけどね、あかりちゃんが出ています。実はこうやってあの毎年、ポスターにも掲げられるほどいなすでは頑張ってるんですよっていうことを、まあ、今日もちょっとアピールしたいなと思って、踊らせていただきます。印象に残りましたか。はい、残りましたね。はい、はい、で、今日はあの、まあ、八幡、こちらのお祭りですからね、阿波踊りのアピールはあまりこうするつもりはございませんが、するございませんがって言いながら、うちわを持ってきましたんで、あと、うちわを、うちのスタッフが、差し上げたと思いますから、そーっといただいてくださいね。はい、で、あくまでも八幡祭りは、これがスタートですから、今日、明日、ね、2日間ですよね。2日間、しっかり皆さん楽しんでいただければよろしいかなと思います。はい、ここから稲瀬連の演舞30分が始まりますので、これから稲瀬連の舞台踊りをちょっとご覧いただければなと思います。はい、じゃあスタンバイしてください。お客様、皆さんもですね、まあ